岐阜は昔ながらの亭主関白でした。おい。はいはい、新聞ね。岐阜の多いだけで義母は何を求めているか分かっています。お母さんすごくお父さんのこと分かっているんですね。もう結婚して40年近く経つからね。以心伝心ですね。尊敬します。そんないいものじゃないわよ。真似しない方がいいわよ。義父は仕事人間だったそうで、家事と育児は全て義母が担っていたそうです。しかもパートもしていたっていうし、本当にすごいな。淳たちが小さい時は本当に息つく暇もないくらい慌ただしかったわ。淳も言ってました。家事も育児も仕事も全部一人でやっていたって。本当に尊敬します。昔はね、そういう時代だったから。そっか、子供たちが巣立ってもほら、うちのお父さん一人じゃ何もできないから。定年退職してからは特に大きな長男が家にいるみたいだわ。お母さん、いつになったら楽になるのかしらね。なんて、そんなこと言っちゃいけないわよね。しかしその後、義父は病に倒れてしまい、数ヶ月の闘病生活を経て亡くなってしまったのです。お母さん、ここは私がやるので、少し奥で休んでいてください。めぐみさん、ありがとう。ずっとお父さんの看病をしてきたから、そりゃ疲れも出るし、気持ちの切り替えだってなかなかできないよね。大切な人を亡くす悲しみは、私にはまだ想像することしかできません。でもきっと心に穴が開いたような気持ちになるのでしょう。それは何かが埋めてくれるものではなく、時間が解決してくれるものなのかもしれないな。そう思っていました。葬儀や初七日が終わり、少し日常を取り戻し始めた頃。ねえ、実家行かない？え、どうして？どうしてって母さんのこと心配だし。でもお父さんが亡くなってからずっとバタバタとしていたし、お母さんも少し一人でゆっくりしたいんじゃない？だからだろ。え？父さんが亡くなって一番悲しくて寂しいのは母さんなんだよ。それはそうかもしれないけれど。そういう時に支え合うのが家族だろ。でも私たちは遠慮しておくわ。今はそっとしておいてあげたいし。なんだよ、冷たいやつだな。いいよ、俺一人で行くから。めぐみは実家に帰ることに乗り気ではなかった。なんだよ、めぐみのやつ。母さんのことが心配じゃないのか？最愛の父さんを亡くして悲しみに暮れている。母さんのそばにいてあげたいと思わないのか？まあ、めぐみにとってはあくまでも義理の両親だもんな。俺と同じ温度で両親のことを思えっていうのも無理な話か。こうして俺は一人で実家に向かった。母さん、ただいま。ああ、アツシ、来たのね。うん、母さん大丈夫？大丈夫よ、落ち着いてきたし、私のことは心配しないで。そんなこと言うなよ。あ、お茶ちょうだい。はいはい、どうぞ。サンキュー。ねえ、アツシ。なに？私のことは本当に大丈夫だから、そろそろ自宅に戻ったら？何言ってんの、まだいるよ。ああ、腹減った。はあ、なんか食べていく？うん、なんでもいいよ。わかったわ、はあ、大きなため息。母さん元気ないな。やっぱり長男の俺が母さんを支えなきゃ。それからアツシは義母が心配と言いながら、ほぼ毎日のように義実家に顔を出していました。また今日も行くの？少しはお母さんを一人にさせてあげたら？お前まだそんなこと言ってるのか？母さんすごく気落ちしているんだぞ。それはわかるけれど、そういう時に一人でいたら寂しいだろ。誰かがそばにいてあげないと。でも時間薬って言うじゃない。時間が解決してくれることだって。その時間を一緒に過ごしてあげたいって思うんだよ、俺は。それに飯なんてすごい質素になっているし。飯？母さんって食事の品数すっげー多かっただろ。ああ、でもあれはお父さんの要望。それなのにこの前は味噌汁と白米と焼き魚と漬物だけだったんだぜ。あなた毎回お母さんにご飯作ってもらってるの？そりゃ実家だからな。もう行くのやめなよ、迷惑だよ。は？息子が実家に帰ってくるのに迷惑なわけないだろう。お前がそういう態度だから母さんがいつも気を使って。あっち、毎日来てくれなくても大丈夫よ、本当に。何言ってんの、辛い時は助け合おうよ。でもあなたにはあなたの家庭があるの。私のことばかり心配しないで、自分の家庭を大切にしなさいね。母さん、こんなこと言ってたんだぞ。めぐみが一緒に来ないから、俺が実家に行くことをよく思っていないんじゃないかって、母さんが気にしてるんだ。へえ、それって本当に私に気を使っているからなの？今一番大変なのは母さんだろ。だったらもう少し、母さんの気持ちに寄り添ってあげようよ。一番寄り添えてないのは自分なんじゃない？何？いや、なんでもない。まあ私も週末にでも日中顔出すから、
めぐみは、俺がこれだけ言ってもまだ伝わらないか。めんどくさいな。実家に通って数週間が過ぎたが、母さんは気落ちしたままだった。食事は相変わらず質素だし、一緒にリビングでテレビを見ていても、どことなくぼーっとしている。やっぱり一人が寂しいんだ。もっと実家にいる時間を増やした方がいいのかな。俺は重大決心をしたんだ。自宅に帰った俺はめぐみに打ち明けた。めぐみ、話がある。どうしたの？母さんと同居しないか。は？母さんやっぱり一人が寂しいらしいんだよ。俺たち家族が一緒に暮らしてあげようよ。そもそもそれはお母さんが言い出したの？いや、母さんは相変わらず俺やめぐみに気を使って自分の家庭を大切にとか言っているけれど、あのさ、だったら強がってるんだよ。本当は寂しくて心細くて仕方ないのに。いや、本人が何も言ってないのに勝手な憶測で同居なんて、大切なことを決めるのもどうかと思うよ。もういい、俺はしばらく実家に泊まるから。はあ、もう自分が納得するまで思う存分親孝行してきたら。そうして俺は荷物をまとめて実家に向かった。あ、アツシ、その荷物どうしたの？俺がしばらく実家にいるからさ。何を言ってるの？私は本当に平気なのよ。母さん、もう強がらなくても大丈夫だよ。別に強がってなんか。俺は同居も考えてるんだ。同居？ああ、みんなで住めば母さんも寂しくないし、老後も安心だろ。それでめぐみさんはなんて？今日は少しそのことで喧嘩になっちゃったけれど、めぐみはきっと分かってくれるから。やっぱりめぐみに気を使って言い出せなかったんだな。でもめぐみだって根はすごくいい子。分かったわ。はあ、明日めぐみさんたちを呼んでくれる？これからのことを話し合いましょう。母さん、母さんに同居のことは話した。あとはめぐみ、お前の気持ち次第だ。ごめんね、あつし、そのことなんだけれど。ん？何、母さん。したくないのよ。え？ごめんね、同居は絶対にしたくないの。めぐみさんも巻き込んじゃってごめんなさいね。あつしには何度も伝えたつもりだったんだけれど、なんていうか、この子、昔から人の話を聞かないというか、変に前向きというか。母さん、そんな気を使わな、使ってないから。本当に一切気は使ってないから。でも飯は質素になっていくし、一緒にいてもどこかぼーっとして元気なくてため息ばっかりついてたし。それはアツシがしょっちゅう来るからでしょ。え、俺？そうなの、お母さん？あ、でもね、アツシのその心配してくれている気持ちは嬉しかったのよ。本当にありがとうね。だったら。でもね、お母さんずっと誰かと暮らしてきたでしょ。それはそれでとても幸せなことだったんだけれど、なんていうか、これからは一人の生活を楽しんでみたいのよ。母さん。お父さんには感謝しているし、お父さんが亡くなったことは悲しかったわ。けれど、もともと病気が見つかった時点でお医者さんから長くはないって言われていたし、それなりに覚悟はしていたのよ。まあ、それでね、お父さんが亡くなってこれからは第二の人生だって思っていたところに、こう毎日来られると、なんていうか、ありがた迷惑ってやつですよね。ほんとすいません。そこまでは言ってないけれど、たまに顔見せに来てくれるくらいがちょうどいいかな。でも元気なうちはいいけれど、もし介護が必要になった時とか。それもしっかりお金を貯めてあるから、いざとなったら迷わず施設へ入れてちょうだい。老後はあなたたちの世話になるつもりは一切ないのよ。あつし、しっかり人と会話をしてから物事は決めないとダメよ。まあ、こんな息子に育ててしまった私がいけないんだけれど、めぐみさん、本当にこんな息子でごめんなさいね。どうかこれからもあつしのことをよろしくお願いします。俺、なんか間違ってたのかな。間違っていたというか、暴走していたというか。なんで止めてくれなかったんだよ。何度も止めたけど。俺なんて、めぐみがいなくなった時のことを考えたら今だって。だって普通旦那さんが亡くなったら落ち込むだろ？悲しいだろ？だから母さんもてっきりそうだと思ったんだよ。まあ、それは人によるんじゃない？
アツシがいけなかったのは自分の気持ちばっかり優先して肝心のお母さんの気持ちをしっかりと考えなかったことだよ。考えても見てよ、お父さんすっごい亭主関白だったじゃん。自分は家事何にもしないくせに料理も何種類以上出せとかこだわりも強かったし。まあお母さん、野球中継がある日は自分の好きなテレビ番組を見たことなかったらしいよ。うん、お母さん主婦としてずっと頑張ってきたんだよ。お父さんがいなくなって寂しくなる日もあるとは思うけれど、これからは自分のために時間を使うべきなんだよ。アツシが来てくれること自体は嬉しかったのは本当だと思うよ。でもさ、あなた行くだけで何もしなかったでしょ。確かに、せっかく自分だけのペースで生活できるって思ったのに、また世話をしないといけないのかってため息くらい出るでしょ。でも自分のために来てくれたって思ったら無下にもできないしさ、お母さんだって言い方を悩んだと思うよ。そっか。あとね、せめて行くならお母さんの手を煩わせないようにお弁当買っていくとか何か手伝うとかしなきゃ。いつまでも親に守られている息子じゃないでしょ。うん、親を守ってあげたいって思う気持ちは立派なんだから、そこにもう少し行動をプラスしないとね。まあアツシの親を思う気持ちに免じて私に言い放った暴言は免罪にしてあげるけど。すみません。何度も言うけれど、アツシの今の家族は誰？めぐみと娘たちです。それを忘れないこと。はい、ごめんなさい。それから義母は新たな趣味を見つけたり、自分の時間をのんびり好きなように使ったりしながら老後を楽しんでいるようです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。